小族駅は愛知県名古屋市南区小族一丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH31。6両対応の相対式2面2000ホームを持つ地上駅。駅集中管理システムを導入した無人駅である。朝のラッシュ時を中心に8両編成の列車が停車する場合、当駅から本星崎駅までは、 ホーム有効庁が6両のため、後ろ2両のドアが開かない。駅舎は1番線に直結しており、2番線へは、古戦橋でつながっている。2番線にはスロープがないため、車椅子での利用の場合、堀田駅か、神宮前駅まで行ってから折り返し乗車となる。改札口は、駅舎内の1カ所しかなく2番線側にはないため、イオンモール、荒玉橋や、地下鉄荒玉橋駅、 明音通駅方面へは踏切を渡る必要がある。立地的に、堀田駅方の高架と桜駅方の高台との谷間に、当たり、山崎川を越える橋梁が水面に近いため、増水時は堤防に備えられた立港により、本線が閉鎖されてしまう。これについては、当初、 本星崎駅付近、古族駅付近の立体交差事業により解消することが計画されていたが、第2期山崎川流域浸水対策推進プランの一環として山崎川橋梁の改築が決定し、本星崎駅付近、桜駅付近の連続立体交差事業とは切り離して実行されることとなった。周辺は住宅地であるバス停留所からは離れている。 2016年4月7日から朝ラッシュ時に、下りホームの屋根の一部が落下し、旅客2名が負傷した。かつては東駅、北田駅間に、南糸田駅、糸田駅が存在した。ありがとうございます。